二人の間通り過ぎた風は、どこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空は、やけに透き通っていたりしたんだ。星にまで願って手に入れたおもちゃも、部屋の隅っこに今転がってる。叶えたい夢も今日で100個できたよ。たった一つといつか交換をしよう。僕らの